る。受けるやばいね、つけて食べてた。やば、えびせんと自分で買ってたから。すだこさん太郎、あー食べた。だいたいこの辺は、ね、うわやばい。梅が、梅が好きなのがバレる顔あ、わかる。いいねえ、10円なの？安いね。安え、駄菓子屋でも値上がりしてる。してる。え、でもこれさ、30円ぐらいじゃなかった？これうん、やばい、暑いよ。楽しいね。あ、これも絶対やるんだよね。当たり外れあるやつ、酸っぱいやつ。どうしたらいいんだ？この道かな。ああね、回ってみるか。さ、なんか、うん、いろんな各地の桜はもう飾ってるんですけど、昔のトイレ葉桜ですね。言ってた。トイレ入ってから聞こえてきて、うん、だよね。これのさえずりがいい感じ。こんな素敵だったっけ。すごいな、こんなんなってたっけ。マジでいいとこじゃん。かわいいな、ボート。パン2個買いました。なんだっけこれ。あー忘れたな。サン家の輪じゃなくてサンチーズみたいないや、ちょっとパンオショコラスペシャル。こっちは名前覚えやすかったから覚えてる。さっきの全部取れてなかった。え、マジ？うん。どこから？ここで、ここに置いた後から取れてる。取れてなかったの。うん、押すの忘れてた。なんか見てても、うん、絶対8じゃないっしょみたいな、うん、気持ちになっちゃうの、うん、パンオショコラ行っていいっすか。いいよ尺気にせんでいいよ。あー、パリパリだ。うん、食レポ下手。嘘っぽいこれは元からだから確かに、うん、棒読みなんだよ。そんなことに悩んでた時期もあったな感情がなさそうっていう。全然感情あるけど普通に話してる時が何も思ってなさそうみたいな感じで言われたことあったよ。自分的には今のはパリパリなぐらいなんだけど、うん、気持ちはね。めっちゃわかる。でも、うん、パリパリだみたいなまあ別として、うんうんうん、別にさらけ出してる、うん、あれだから、うん、結構言われる。へえ、よかった、楽しかったのがよかった心配されてるなんかめっちゃ友達が欲しいっていう感情になってきちゃって最近。うん、え、つらいでもちょっとわかるそれなんかやっぱ環境の変化でさ、うんうんうん、少なくとも変わってく、うん、今の自分の価値観に合う新しい友達欲しいかも。そうそうそう、もうちょい欲しいって思って。うん、それで陶芸行くんだけど今度一人で。すごっなんで連れてってくんないの陶芸は行きたいよ。そう、今度行こう。うん、でもなんか友達作り邪魔しちゃうかもしれない。いや話しかけてみようみたいな気持ちになってて。どういうこと知らない人に。あ、そうそうそう、うん、
てかさ、うん、これめっちゃうまい。うん、中のチョコ、外のチョコはなんかパリパリ系でなんだけど、うん、中、うん、うまい。結構いい値段だったもんね、これ。あ、そう、うん、580g した。いい値段するね、さすがスペシャル。うん、すごいスペシャル、うん、うまい。まず2位がいいわ。いいね。匂いは嗅がなかった。五感が冴え渡ってるね。鼻詰まりながら。まあまあ、一口目はそんなもんだよ。3口目ぐらいから現れるから。雨が降ってきたので移動しました。雨めっちゃ降ってきた。さすがにこれ以上はやばい。まだいける。いけない。なごみですね。1,2 で、 1,2 で、うん、なんかお寿司っぽくない？なんか和菓子かね。うん、だいたい緑のああいうのってさ、鉄火巻きのイメージあるけどね。うん、また同じ場所に戻ってきました。めっちゃいいね。大丈夫？おお、後で送ってください。はいよ。わあ、なんか言ってたけど忘れちゃった。ね、どっちかが。方がさ、コロッケ。ああ。なんとか。うん、そうだね。大事な部分。ね。どうせ一口ずつ食べるから。うわ、うまそう。私なんか。持ち方、野球ボールじゃないんだから。ひどい、ちょっと肉団子感すごい。うん、元気だった。最高やん。うん、夕日だ。ちょっと虫が目立つようになってきた。気にしないようにしてた。なんか人めっちゃ増えた。うん、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 風に流れてきた今。目悪いぐらいがちょうどいいかも。ん、違うか、虫じゃない、虫か。油ダメですよってさっき言われたばっかなのに。うん、うん、私なんか油があんま得意じゃない体質
なんだって、体的に見るに油を多分うまく処理できないのかな。いつも足がアスリートみたいにむくんでるって言われた。冷え方もすごいって、うん、お尻が一番痛い、うん、お尻めっちゃ重要らしいね、うん、言われた今日、お尻が本当に硬いですよって自分の筋肉ないからさ、多分全部体重が座ってる時にお尻に行くのかな、お腹で支えたりとかできないから駄菓子食べようかな、わわわめっちゃいる、わやだ、上めっちゃいる、わ逃げる